私は必ずや加藤愛子さんがふるさとを思う気持ち、誰のおかげで今議席をいただいたかということを誰よりも分かっている若手のホープとして皆さんと共に頑張り抜く覚悟です。これから日本の農政の自民党農政の次世代ヒーローでありませんヒロインとしてこの加藤さんに活躍してもらいたいんです。皆さんの力でもう一度加藤愛子にですね、この地元のために、そして日本の将来のために活躍する場を与えていただきたい。今回当選を果たさせていただければ間違いなく地域の代表として、そして将来の自民党のエース、日本を背負って立つ政治家として成長していくことは間違いないと思います。そのためにもどうか選挙区において加藤愛子を勝たせていただけますようによろしくお願い申し上げます。若田の皆さん、こんにちは、なっちゃんです。ありがとうございます。私は加藤愛子さんというのは、選挙に当選するか落選するか、小選挙区か比例か、そういう次元の政治家じゃない。日本全体を背負っていろんな方々の応援に回れる側に、佐賀の皆さん、そういう強い支持基盤をこの高田で加藤愛子さんのために作ってあげてください。それは日本のためになりますから。